はい、ということでやっていきたいと思うんですけど、あの、そうですね、はい。マンターズに勝って2位になっているということで、非常に混戦となっております。で、本日のオーダーはこんな感じ。えっ、ー、と、先発に八重、そして5番にメリウェザーを入れるみたいな感じの、あの、新たに取った外国人ですね、を入れるみたいな感じのオーダーを組んでおります。はい。で、まあ先発八重なんですけど、防御率1.93ってことで、はい 非常にいい感じの成績を今シーズン出している、まあ、まだ3試合目の登板ではあるんですけどね、まあ、能力的にはバランスは比較的いいかなっていうふうに思っててただなんかちょっとね整形が劣化してるっていう感じがあるのでなんか整形落ちてきそうではあるっていうのが懸念点ではあるけど、まあ、しっかりとね抑えていくとでお相手マンターズの先発は武田凛ということで <laughs>、はい、防御率0.72ってもう異次元のね はい。異次元ですよ、これは。<laughs> これはもう、異常事態なんですけど。<laughs> もうそれはな、4勝0敗だよなって感じ。でも、8登板してさ、防御率0.72でさ、これ9試合目の登板でまだ4勝しかしてないってことは、なんかあれなのがね、そんな、あの、無援護状態になってるからね。無援護とかこなこういうエラーとかさ、ね、こういうエラー、まあ、ね、エラーによる失点は、あのぼん、防御率には加算されないんで。 まあそういう味方が足を引っ張ってる説はあるけどさあ5番のメリウェザーはね体力がないっていうのが欠点であるからやっぱりちょっと使いにくさはあったんだけどまあんやかんや言ってうんまあね能力も高いんでそれなりに活躍してくれるかなって感じですねはいでまあ初回ちょっとチャンス作ったんですけどまあ元、まあ、得点に終わって結構その最近チャンスは作るんだけど点が入らないみたいなケースが多くて ちょっとモヤモヤしてる部分はあるんだけどね。はい。オッケーとりあえず、まあまあまあいいでしょう。まあ、いい感じにね、抑えられているんで、似合いがね。うん、まあまあまあいいでしょう。高坂は普通に強いバッターなんだよね。対左プラス2っていうのもあるんで、まあそこに打たれてもいいんだけど、その後の構続をしっかりと押さえてほしい。このこれね、対左マイナス1なのにさ。 マイナス1だからこそしっかりと抑えるってことをしてほしいんだよね。まあまあまあ、はいまあ、とりあえず2回。まあ、ランナー1塁2塁出しましたけども無失点に抑えると。で、並木、ね、調子があんまり良くなくて、まあホームランはちょこちょこ出たりしてるんですけどね。まあただ、これ、竹田凜相手には、なんかそのマグあたりの一発とかがないとなかなかね、連打で点取るっていうのが厳しいんで。 ねちょっとロダリックがね、今調子落としてて、なんかスランプかもしれないみたいな感じに言ってるんで、ちょっと、まだ順を下げているんですけど、まあ、ロダリックの場合は、一応守備が B ぐらいあるので、てか、相手、エラーしすぎじゃないもうまだ2回だよね。2回で、なんか、ま、毎回エラーみたいな感じになってるけど、うん、竹田りん、なんか、ね、無援語だし、味方はエラーばっかするし、みたいになったら、うち来るか <laughs> うち来てもいいんだぞ。うちだったら、そこまでポロポロエラーはしないでしょう。ね。ポロポロエラーはしないし、さすがにね、援護はそこそこあるだろうから、うちに行きなさい。<laughs> マンターズなんかね、居、ね、座ってないで。<laughs> マンターズのピッチャーみんな強いんだよな。ま <laughs> あみんな強いからこそ、まあ、特にね、武田凛が強いんで、 なんで、その、マンターズの3連戦で、武田凛と当たるカードの時は、武田凛以外で2勝するっていうのがもう大前提になる。そうしないと勝ち越しできないっていう、もう心に秘めてるから、もう、なんで、まあね <laughs>、このカードはしっかりと武田凛に当たる前にちゃんと2連勝しても、勝ち越しを確定しておりますと。そういうのが大事。OK! ね。らこういうね、紛れ当たりの一発が、まあ、武田凛攻略の鍵。 かなただホームラン一発出ても防御率0.83をキープできるっていうのがえぐいなで何よりそのホームランが出ることによって相手ピッチャーの調子がちょっとだけ落ちるんでそれはね多分その後の影響としては出てくるかもしれないって感じだからまあ本当に単なるねソロホームラン一発かもしれないけどそのソロホームラン一発で人生がかかることだってあるからね。さあ,、まあ3回まで終わって1対0。 うん、まあ、とりあえずね、先制できたのはでかくて、まあ、八重も調子はいいんで、今のところね、2回にヒット2本打たれた以外は、とりあえず今のところ抑えてて、3番の、まあ、3、4、5が調子を落としてるっていうのがでかいかな。一つの要因として。フーバーも、まあまあまあ、まあまあ、でもね、まあ、さすがにパワー S ミート S のフーバーだから、まあ、ヒットは出るでしょうって感じなんだけど、ここしっかり抑えてほしいな。マーロンにランナー出すとちょっとめんどくさくて、オッケーオッケー、マーロン抑えた。 で、コ坂がね、対左プラス2だし、内野や,や言ってやっぱり、うちと相性がいい説が結構濃厚。コウカ、い,いかに関してはん。だから、しっかりとこう抑えてくれるのはでかい。で、メリウェザーだね。やっぱ体力が <laughs> ね、もう半分以上削られちゃってるけどさ。まあ、これでも回復した方なんだよね。なんか、メリウェザー、まあ、外国人幕の関係で2軍置いてたら、そのまあ、2軍の試合出るわけじゃないですか。2軍の試合出ると、 もう体力がどんどん削れてってちょっとねひどいことになってたんで1、まあ、軍に戻してしばらくベンチであた温めてましたね温めてるってちょっと言いにくいんだけどうんね、まあ、ちょっとレンジでチンしてましたとメリウェザー、まあ、レンジでチンしてたおかげでなんか、まあ、いい感じになんかね5番としてロダリックが不調なのを補ってくれてる感じはあるうん まあ今日に関してはね、なんか、まあそもそも武田凛が先発だから、まあ打てなくて当たり前みたいなところはあるけど、まあそれでずるいのはさ、そのマンターズ5人でローテしてるから、当たる確率がもう、ね、かなり高いんだよね <laughs>。かなりの確率で当たるから、5分の3の確率で当たるから、どっかしらね、武田凛と。あの、まあ6人ローテだったら、その表ローテと裏ローテで、 まあ裏ローテの時は絶対当たんないし、まあ、表ローテの時は絶対当たるけどって感じになるからでそれやったらまあそのローテの関係上ねなんか武田凛と全く合わなかったりっていうのはあったりするんだけどその確率が低くなっちゃうからなんか必ず毎回この武田凛を見かけるっていうね牽制を入れてくるはいはいはいナイスあナイスじゃなかった全然ナイスじゃなかった <laughs> どこを見てないっすって言っっ言たんだろうちょっとダメだなあオッケーオッケー岩切いいな岩切でいいな,ッいいなオッケーオッケーさあってと宮山みなみうん、まあ、39歳ではあるけどね、まあ、やっぱ勝負いいマイナスだからこの特定権なり1割1分1厘を何で3番に置くんだと話したんだけど他に3番がいないんだよ <laughs> 今の今のうちの打線他に3番候補が誰もいないんだよって いう話なんですけどねいやーちょっとまあそこがちょっと脱線湿ってる部分ではあるんだけどうーんまあしっかりとねまあ打順は、まあ、上位はねなるべく固定したよね打順はそろそろちょっと今固定しきれてない感じがあってそんな宮山みなみも39歳だしそんなねなんかずっともう ずっと143試合出させ続けるわけにもいかないから。だからその面ではやっぱりしっかりとね、もうちょい頑張ってほしいんだよ、山焼きとか。まあ、メリビューザーも体力がある、体力の問題だからね。体力以外の能力値はまあまあ悪くはないでしょう、パワーエミートで。まあさすがに、ね。まああいつの劣化ではあるけども。 フーバーの劣化ではあるけど、ま、あええあれば十分だろうって感じ。正直。SS はね、やりすぎな気がするんだよね。正直言うと。OK, OK, OK. さあ、ロダリック、ちょっと、全然ヒット出てないんだけど、大丈夫最近越しは、レイレベルレーリン節あるぞ。<laughs> ロダリック。大丈夫かどんどん打率が下がっていく。ああ、また下がっていく。はい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 。まあ、しゃあないな。まあ、打率が下がるのは仕方がない。 まあ、ロダリクをベンチに置くっていうのは悪いんだけど、まあ、ただ、さっきも言いかけたんだけど、ロダリックって守備力 B ぐらいあるから、その守備の面でもう使えるわけだよね。ってなったら、下位打せに入れるっていうのは、ありっちゃありなんだよね。うん。まあ、下位打線って別になんか、ね、まあ、打てなくても守備守れる選手が入ることだって全然あるわけだし、まあ、何よりロダリックだからね、まあ、打とうと思えば打てるからね。 ホームランとかも全然、超打力もあるバッターだし、あどうしようかな、あいや、沖原を打たせるか。うーん、長打力あるバッターだから、はいはいはい、あ沖原を打たせてたらあれか、うん、難しいけど、ちょっと、ここ、藤掛けに代打を出して、よいしょ、北崎行くかこの。このタイミングで北崎投入する意味はちょっと、よくわからんけど、ね、自分でも。 起用してる自分でさえ、ここ、このタイミングで北崎を出す理由はよくわからんけど、まあ、とりあえず出しておいたと。まあ、守備固めも兼ねてね。まあ、藤掛け守備 C ぐらいなんで、まあ、守備固めも兼ねての出場ってことでいいですか。まあ,あ、ね、北崎、見てわかる通り、守備センター S なんで。えー、と、岩切り、まあ、岩切も引っ込めていいか。うん。岩切りに変わって、ショート、ショート、今関、いっちゃう はい、ショートに魔石をつけて8回までいけるかなまぁ、あ、ちょっと行けるとこまであぁち,ちょっと体力が厳しい帰る帰る帰る誰か誰か行ける人誰か行ける人池本行ける池本行ける池本行ける池本昨日も投げたっけまあいいやなんかまぁ、あ、調子が若干いいから池本出しておくかっていう感じいやフォアボールいきなりフォアボールちょっと聞いてないよああちょっと待ってちょっと待って,待ってまずめっちゃ内角攻めとるなたまには外角も使おうぜ ええと、一番ふくら。はい、OK。よし。はい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 。うーん。OKOKOK。いやー、マンガミちょっと嫌だね。<laughs> ここでホームランパコンとかありそう。で、怖い。あ、OK。9回3、9回3、4、5か。はい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 。今席からかな どうでしょうねはいナイスバッティング今関いいね今関が出てまあ宮山打たせるか普通にまあね総力マイナス悪いしゲッツーもないでしょうって感じいやーただやっぱ強いここで変える感動させてやるよせめてしかもなんかなめてんのかこのストレートしかない九州ストレートだけとか、まあ、プロの世界なめてんだろうこの松原美咲おいゲッツーすんな <laughs> そんな、舐めてるピッチャー相手にゲッツとか思う都合だぞ。ええー、と、違います。うん、ヘクターはちょっと連投させてるからちょっとっか。誰かしらを挟みたいが。いけるか。初セーブしてみる初セーブしてみる石崎、石崎なんちゃら。頑張ってみる <laughs> 急に、急になんか、急に出てきた。え、俺が、俺がやるんすかって。 俺以外じゃなかったな。俺、私が投げるんすかみたいな。でもやるやん。やるやん。なにもうクローザやるか。急にクローザやりますかやってもいいよ。おい、すげえ。あ、八重はもう完璧っすね。はい。1-0で勝てるでかい。いや、武田凛に初めて巻き星つけた。いや、すごいな。両軍合わせてもヒット10本満たないから。 なかなか素晴らしい,い,い投手戦でしたね。見てて気持ちが良かったですね。はい。八や、池本けもだけの。ということで、はい。まあ、1位と1.5ゲーム差があるんだけど、まあまあまあ。ただ、全然ね、1位狙える範囲ではありますし、まあ、ここ3連勝できたのはめちゃくちゃでかいなと思うので。ということでね、まあ、次回もまたこんな感じでね、頑張っていきたいなっていうふうに思います。 はい、それではご視聴ありがとうございました。